東武入り重軽電気機関車は、かつて東武鉄道に在籍した直流用電気機関車。1928年にイギリス・イングリッシュ・エレクトリック社で申請された、いわゆるデッカー型電気の一等である。本形式は1形式1両のみの小世帯であった。本形式は、伊勢崎線の電化及び日光線の全線、電化開業に伴い、 東武鉄道が導入した初の電気機関車である。前後にデッキを備えた箱型車体で、全面左側に乗務員扉を、右側に運転台窓を有する左右非対称の外観が特徴である。また、側面外観も左右で大幅に異なっており、これは、車体中央機関室が中央の通路を挟んで、主抵抗機と主制御器、空気圧縮機 電動発電機をそれぞれ配置した設計となっていることによるものである。なお、デッキは台車側に設置されており、板台枠台車と一体構造とされていた。本形式はもともと他の事業者によって発注されたものだが、注文が流れたことにより、東武鉄道が購入し、1930年5月に入籍したものである。 本形式は1944年3月1日の総武鉄道との合併以前における唯一の電気機関車であり、導入当初は変電設備の貧弱さもあって、本機を運転すると電圧効果が著しかったこともあり、主に臨時、団体専用列車の客車運用に使用されていた。なお、当時の東武鉄道における貨物輸送には、 蒸気機関車が重当されており、電気機関車が重当されるようになったのは、総武鉄道との合併後であった。九百五十五年七月に行われた、電気機関車の一斉改版に際して、本形式は e d 四0型と改版された。その他、全面運転台窓のエッジゴム固定化、保安装置取り付け等が施行されたが、全消灯のシールドビームに等かは本形式には、 施行されず、晩年まで、比較的原型を保ったまま運用された。1970年代に至り、東武鉄道では、貨物輸送量減少に伴って保有する電気に、余裕が生じたことから、他形式と比較して、低格速度が遅く、かつ、板台枠台車大が災いして居住性に難があった、本形式は徐々に、第一線から退くこととなった。その後、 本形式は1972年6月22日付で除籍されたが解体を免れて大見鉄道へ譲渡された。大見鉄道へは1972年7月に譲渡され、翌1973年1月に入籍した。外観上は、車体塗装が大見鉄道の電気標準色である青灰色に変更されたかは、東部在籍当時と大きな変化はないが、 入船に際して、主要機器の大半が国産品に換装されている。入船後は、多賀町のビール工場からの貨物輸送に充当され、1984年10月30日にビール輸送が廃止された後は、彦根駅や住友セメント、彦根工場の構内の入れ替えに使用された。しかし、 1986年3月末をもって、住友セメント、彦根工場の鉄道輸送運用が全廃されたため、本形式も用途を失い旧車となった。その後は長らく、彦根駅に隣接の彦根工場構内で留置されていたが、2004年7月1日付で廃車となった。e d 4 0 0 0系4 0 0 1除籍後も引き続き、 彦根工場構内で留置されていたが2007年に、大見鉄道ミュージアムが、彦根駅構内に開設に伴い、本形式も、車体の再塗装等整備を行って、同ミュージアムで展示保存された。その後2009年に、東部博物館の改装に伴って、本形式を同所で保存することとなり、大見鉄道より東部へ返還された。 保存に際しては形式を登場当時の ED10 に戻し、車体塗装及びナンバープレート当該館を原型通りに復元の上、同年7月より東武博物館で展示保存されている。大見鉄道 ED4000 系電気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。